ここはかつて名古屋のゴミ処分場だったそうで、あきつい、あきついよ。に歴史が書いてありますね。滝の水公園の由来。公園からの展望は名古屋一番で、朝日夕日夜景は素晴らしく、元旦には初日の出を見ようと多くの人で賑わいます。ここは昭和6年1931年から1951年まで名古屋薬学専門学校がありました。その後昭和34年1959年9月26日に襲った台風、あ、今日じゃん、昨日か、伊勢湾台風のゴミが積み上げられ整備されて公園となりました。北西角には腐敗した海から出るガス、ガス抜きパイプが歴史を伝えています。ガス抜き、あ、これだ。伊勢湾台風は最大瞬間風速 45.7メートル、満潮時と重なった高潮が防波堤を決壊させ、貯木状の流木を押し流し家屋を押し潰すなど大きな爪痕を残しました。東海3県では死者行方不明者4637人、被災者120万人という風史上最大の被害となっている台風ですと。山頂行きましょう。くっ、よしよし、お、山頂に人がいますね。お、びっくりした、人だった。なんでここがこうぐるっと回って、水星が西方向を隅に分かるんで、水星が、水星が西、ですね、西の空に輝く今宵金星ですね。金星、金星は英語で超人で言ったらマウンテンマンですね。ザ・マウンテンマン。ネガティブ。すげえテーマですね、これ。ネガティブになるとこうやってちょっと歪んじゃうんですね。気持ちも心も。ネガティブ。どっかの角度で見るとポジティブになるとか。いやー、ネガティブですね。ネガティブもちょっと離れて俯瞰すればほぼほぼポジティブっすよね。むしろこういう形って感じですね。ネガティブもちょっと離れて俯瞰してみればポジティブだ。何これ、ドラネチャネチャすると思ったのか、ズボンになんかえらい蜜みたいなもんが、松ヤニみたいなやつがめちゃんこついてるんですけど、これ。あー、なにこれ、ネチョネチョ。雑草の種ですよね。やっべ、道路行ってまった。そうだ、そうだ、そうって持ち上げて、
水面よーし。